古い伝説、片山浩子。いつどんな本で読んだ伝説かはっきり覚えていない。夢の中でどこかの景色を見て、青暗い波の上に白い船が一つ見えていたように、伝説の中の女の姿を思い出す。美しい女である。世界最初の女。イブよりもずっと前にこの世界にいた美しいリリスである。神は7日の間に、つまり7000年か7万年か、計算することは難しいが、天地とその中の万物をお作りなされて、その創作のすべてをよしとご覧になった。何もかも御心にかなって美しく潔いものばかりであったが、まだ何か足りないようだった。我が創作のすべてのものよりもっと美しい、もっと我が姿に似たものを一つだけ作ってみよう。それは我が友達と思ってもよいほどの高貴なものであれと、すべての花より鳥より、牧草より、星より月より太陽より、海の波より、山々の霧よりもっと美しい優しいもの、もっと華奢なもの、つまり女をお作りなされて、これに神の息を吹き込まれた。だが天地万物と同じように、この女には魂を与えられなかった。女はリリスと呼ばれた。魂を持たないリリスはすべての喜びに満ち足りて、ただ一人イデンの園に生きていた。四季の花は咲き、果実も草の実も欲しいものは何でもあった。鳥たちも獣たちも彼らの声と言葉を持ってリリスに仕え、星のきらめく夕方は神の子たち、天使と言われる種族が天から地上に遊びに来た。彼らには彼らの声と言葉があって、天上の友達や地上の友達で、リリスは寂しいことを知らないでいた。そうやっていつを限りとなくリリスは楽園の花のように生きていたが、満ち足りた彼女には希望がなかった。だから失望も知らなかった。自然、悲しみを持たないのだった。リリスは何年か何千年かこうして暮らしているうちに、ほのかに一つの感情を味わった。それはくたびれたのである。不足のない、悲しみのない幸福にくたびれて、ある時彼女は初めてため息をついたのであった。夕風のように静かな、音もしないものであったけれど、神のお耳にリリスのため息がそーっと届いた。明らかにこの創作が失敗の作であることを神はお悟りになって、リリスよ、哀れなものよ、くたびれたのか。消えてよろしい。消えよ。とおっしゃった。リリスはその時白い波の立つ海辺を歩いていたが、黄昏る海の色がリリスの目に映った。その翌朝、砂の上に白い水泡が残っているだけで、リリスはこの世界から消えていた。その後で神はアダムという男をお作りなされ、イブという女もお作りなされたが、この二人には魂を分け与えられた。ケルトの伝説の中に、アダムの繊細みたいな女というような言葉が時々見えて、リリスがアダムの繊細であったようにも伝えられているらしいが、まず聖書の伝説だけにしておく。アダムとイブは、ことにイブはその後たびたびため息をつくことがあったが、これは憂鬱な時に限ってであり、神もそのため息は聞き逃されたらしい。忙しい私たちの生活とかけ離れて、こんな古臭い伝説を思い出したのは、先日私が渋谷駅で一人の美しい人を見かけたためである。渋谷駅のまだあまり混雑しない午後のホームを、今降りた人たちの中に一人の背高い女がいた。
階段を上がってきた私はすれ違って思わず立ち止まったほど美しい人だった。23歳であろうか、並外れて色が白く、目は日本人とも外国人とも言えない奇妙な表情を持っていた。静かな様相ですらりとした足を颯爽と運んでいくようであったが、私は振り返って見ていると、後ろ姿は右に行っても左に行ってもよいような少し寂しい歩きぶりだった。現代人はモダンな人たちはみんなその日暮らしの気分かしらと思って、私はしばらく見送っていた。その夜眠る前にまたその美人を考えて、誰かあれに似ている人があったようだと思ってみたが、誰だか思いつかないで寝てしまった。日本人でないような目つきをして、独立独歩というような姿でいて、どこか頼りない気持ちをまき散らしてゆく美しい人。それきり思い出せないでいたが、今日何のはずみか古いリリスの伝説を考えたのである。多分あの先日の娘はリリスに似ているのだろうとふいと思った。現代人の半分はその日暮らしの気分で生きていると聞いていたが、渋谷で見たあの人はその先端を行く人だろう。昔のリリスもその日暮らしであったから、多分彼女のような姿であったのだろう。そんなことが頭に動いた拍子に、私は今日の貧乏生活が非常にありがたく新しいものに思われ出した。裸の貧しい日々に何か希望を持ち、そして失望し、また希望し工夫をし、ため息をし、それを繰り返し繰り返して生きることは楽しいと、私は急に元気が出た。